誕生論か。それは正しいのか否かはわからない。九尾の狐。要は、男性にひどく失望。その結果として誕生する最強の偏屈というか、それは、でも、今の王はシンプルに、殺してしまう。あなたは気が狂ってる。単純な理由だ。それはそうだ。その人の前に、剣がある。私には見えない。先に進めば、刺さるだけ、だ。常に擬人化のイメージ、それはある。それがどこまで続くか。男に裏切られ、その後に不幸に陥って変質。哀れな女性、は、最後まで哀れに死ぬわけだ。人間の視野範囲ではそこまでしかわからないし、その情景は、100% の、同意、お世にある、ありえない、嘘をつくな。人には、それを言えない。ただあるいは、オーガさん、は、それ、を全く気にしない。が、九尾の狐、が支配する領域は、紛争解決機構その存在に同意はないわけで、